日前にセコンドがあって試合のわーって叫びすぎて喉がもう飛んじゃって誰かさんのせいで喉やられてます。大岩ガンちゃんです。飲むの遅かったなこれ。皆さんありがとうございます。僕の誕生日にお集まりいただき本当にありがとうございます。今年も当日にあの誕生日会ができて本当に嬉しいです。なんと誕生日がいい日になるとその1年がいい日いい1年になるっていう風に、はい、あの誰かが言ってました。誰か確かな誰かが言ってました。誰かでも今日めちゃくちゃいい日ですよね。いや本当だってこんだけの人が集まってくれてお祝いしてくれたらそれはいい日ですよね。本当にいや本当ですよ、はい、最初のコーナー行きたいと思います。恒例となりました Q&A コーナーを知らんとしました。最近ハマってることは何ですか。ハマってること本当格闘技やって、はい、仕事して、はい、ギター触って、はい、寝るぐらいしかしてないんですよ毎日。でも龍が如くは好きです。おお、まあ、全部やってます。あ、そうなんですか、はい、パリオリンピック多種のアスリートと交流のあるダキル君ですが注目している競技は。お、いきます。柔道を見ました。あ、柔道見ました。それこそ注目してたんですよ僕。その阿部一二三君、はいはいはい、ちょいちょいご飯行ったりするぐらい仲良くて、おりました。あの兄弟がやっぱ応援してたんですけど、はい、勝って当たり前って思われる試合って一番きついと格闘家もそうですけど、あ、やっぱそうなんですね。はい、だから多分あの二人ももう勝って当たり前でずっと練習し続けてたんで、はい、うん、きつかったと思うんですけど、はい、まあでも本当ひみくんチャンピオンになってよかったですね。いや本当すごいですね。素晴らしいですよ。続いてはこちらです。はい、題してたけるのお絵かきコーナー。じゃあちょっと2人で見て僕もじゃあ見ないでおきます。おー、え、書いたことあるんじゃないかな。え、どうですか。それではじゃあないかな。たける選手お絵かきスタートです。はい、こんなのかこんな音楽これやっぱ武井選手は集中したい方ですか。いやすごい BGM。 それではじゃあはい、行きます。武井選手お願いします。あ、はい、早かった早かった。お、猫。おー、正解。ちょっと待ってください。正解ですけど、ちょっと待ってくださいって。僕の実家の猫こんなんですけど。猫は、そんなわけない。家の猫怖。ロシアンブルーです。ロシアンブルーですか。ロシアンブルーです。ちょっと、すごいなぁ。ちょっと跳ねるんですよ、ピョーンって拡大してみてほしいわ。おめでとうございます。最高ですね、本当に。おめでとうございます。金です。金がいい。金、いや、そのあんまり。ああ、マジっすか。タケル選手から来ちゃいましたという声が来てます。完成で、完成できました。それではタケル選手発表してください。でれん。なんで、あ、じゃあいきますよ。どうですか。早かったですね。スーパーサイヤ人違います。タケル君。おお、正解正解。すごい、すごい。ちょっとよく見せてください。これまた素晴らしいですね、先生。あ、構えてます。あ、これ構え、これ構え、はい、これガードの構えですね。そう、もちろんそうですもんね。それは完全に自分だなって感じですか。まあ、ちょっと、もうちょっとかっこいいですけど。何曲ぐらい今日3曲。じゃあなんか今もう雨で、雨で、雨で、もう始まってから僕ずっと雨で。あ、そうなんです。見てください、ポケットにこんな雨入ってる。入ってからリハーサルをしたんですよ。はい、声が出なかったんです。一回も最後までまともに歌いませんでした。大丈夫ですよ、本番もう本番かましましょう。本番、はい、ね、頑張ります。 Oh baby, no baby 愛なくしてちょうだい嘆くような日この中のせいにするだけ君がこの世に生まれこの奇跡は僕が君と出会えたこの奇跡は今も信じる
ありがとうございます。あれあれ、失礼します。たける、何ですかこれ。あ、来ましたよ。あれ、あ、来ました。みなさん増えた増えた増えた。あれ、あれ、あ、すごいでしょ。いっぱいいる、すごい。待ってください待ってください。え、ちょっと嬉しいです、すごい。僕、大岩達也です。知ってますか。ちょっと格闘技やってます。この間、昨日ちょっとだけチャンピオンだけどな。ちょっとだけ、ちょっとだけ。どころじゃない。タケルのトレーナー、15年ぐらいぐらいですね。毎日殴らしてもらってます。あ、殴らしてもらってます。の渡辺です。はい、はい、松倉慎太郎です。お願いします。あの、今日さっきまで練習してたんですよ、一緒に。で、まあ、絶対来ないわけがないんで、いや、来るでしょって言ったら、すっごい本気のトーンで、いや、呼ばれてないんだよね。なんか、スタッフの人が今回の変わって連絡なくて、ガチなトーンで嘘ついてきて、ね、ちょっと小芝居入れてきた。なんなの、その…真実だ、今日は。え、今日はどうだった。え、もしかしたらって思ったら、ちょっと、え、ないのと思って、じゃあ誰と思ったけど、いるじゃん。一番だ。おめでとう。ありがとう。元力士の豊ノ島と言います。先日、逃走中で一緒だったんですけど、はい、先話してました。その話、私の方が長く捕まらずにいました。いや、本当に、おめでとう。ありがとうございます。バレーボールやってました、加納舞子と言います。ありがとうございます。本当にもう2日前ぐらいね、カラオケ行ったじゃん。その時に来てよみたいな話したら、いやいや、それ違うでしょみたいな感じで。なんかみんなそういう演技する。あの時はもう決まってたってことでしょ。決まってないの。オリンピックシーズンです。めちゃくちゃ、オリンピックの番組めちゃくちゃお二人出てるじゃないですか、バレエ。うん、今日だけなんかもなくて。いや、俺は思ってますよ。おめでとうございます。あ、でかいです、本当に。今日もありがとうございます。今日もでかいです、本当に。ありがとうございます。もう大丈夫です。あ、バレーボールしてました、迫田です。おめでとうございます。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に、最近、本当このアスリートメンバー、さっきまでも話しましたけど、心のリフレッシュは本当このメンバーとみんなといることなんで、支えていただいて本当に感謝します、本当に。皆さん、ありがとうございました。おっす。これからも、せーらくよろしくお願いします、本当に。あ、ケーキ来てるもん、ケーキが。あれ、ケーキすごいです。これ、僕のグローブと同じ色のグローブの色じゃないですか、これ。お、すごっ。しかも、このティームバチレウスのチームグローブになってる。次は、せーの、タイチーズ。武部選手、今日は来ていただいているファンの皆様に、はい、プレゼントをお持ちしていただいてるとか、はい、タケルファンクラブイベント恒例、これできるだけたくさんの人にプレゼントをあげよう企画。おー、来ました。素晴らしい。じゃあ僕が練習で使ってる、練習で使った。マジ、わ、すごい盛り上がり、盛り上がり、すごい。あと、武部選手の家で選択してくれたんですか。そうです。わ、すごい。 A の70。 おめでとうございます。おめでとうございます。それはいいわ。はい、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。すいません、これでやった。完全にすごい人でございます。お疲れ様でした。今回も来ました。すごいわ。毎年こうやって誕生日にファンの人に直接お祝いしてもらって、あの、みんなにパワーもらえるんで本当にありがたいし、今日はスペシャルゲストまで来てくれて、まあ、次試合決まってる中で本当にすごいいいパワーをみんなからもらえたんで、しかも今日はめちゃくちゃ吉日ということで、今日最高の日になったなと思うんで、ということは今年1年は僕最高の1年になるということなんで、みんなと一緒に次の試合勝って祝勝会をできるように頑張るんで、あと2ヶ月応援よろしくお願いします。必ず勝ちます。まあ、毎年、誕生日当日ファンの人にこうやってお祝いしてもらってすごく嬉しいんですけど、もっともっとたくさんの人に、直接お会いできて、パワーもらって僕もパワー上げれたらいいなと思うんで、ぜひ、興味ある方はファンクラブ入会してもらって、ぜひ会えるの楽しみにしています。ありがとうございました。